どうも皆さん、ごきげんよう。パレードの小上です。熱心です。オデッセイ続きやっていきます。はい。下にどうやら白ひげ海賊団がいると捕まってる。でそこに大将がいると、海軍大将が、はい、そこを目指しておりますよと。そうなんだよね。あ、おう、リムの恥ずかしいやつ。エイサーの明かり、明かり、うわ、どうした、怖い顔してるのかしら。エイサーおいさー、おまあ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 、どん、何入ってんだよ。さあさあさあ、ああそこに行ったらなんかあるよと。なんかこっちあんのか。ありそうって。はいはいはい、あ、なるほどね。はい、ごめんなさいごめんなさい、すいませんすいません。自由がないな。遊べないんですね。そんな遊べないんですね。じゃあ俺が、あ、モブくせモブだな。あ、やっぱそうだったんだ。そうだよね。バカ野郎、海軍の罠になんかハマりやがって。だってよ、あいつら親父を侮辱するようなこと言いやがったから、俺許せなくてよ。モブやな。俺のメンツを保つために。何言われたのか知らねえが、てめえの身の程ってもんがあることを忘れんな、バカ野郎。船に戻ったらてめえらは見習いからやり直せ。ちゃんと船にもう一回乗せてくれるところが優しいよな。そう、優しいよね。すまねえすまねえ。ふん、おめえらが無事で、優しいな。おやじ。さ、どうやって助けますか。とっとと出て船に戻るぞ。罪人を勝手にどうから出してもらって。田中邦衛だ。キザルって言ってもた。邦衛か。邦衛さんです。キザル。邦衛さんですよね。大将が出てきやがった。どれだろうなと思ったけど。ちょい。まさかあんたが出てくるか。松田優作か菅原文太かどれだろうなって。国江が出てきたか。まあまあまあ、そうですよね。そうかよ。じゃあそこでおとなしく黙って見てやがれ。そいつはできない相談だ。こっちにもメンツってもんがあるんでね。せっかく捕らえたボスかな、これが。ねえ、どうなんだろう。逃がしたなんてことになれば。海軍の威信に関わるってもんだ。おとなしく引き下がってくれませんかね。早い。こっちこそできねえ相談ってやつだ。ここで引き下がれるかよ。こういうやつだまた。これが相手か。ねえ、こんなことになるんだったら、せめてクザンでも連れてくればよかったよ。だって。あんたには力ずくでも引き下がってもらいますよ。やれるもんならやってみな。まさか本当に海軍大将が出てくるなんてな。おい、どうすんだよこの状況。ロミちゃん、白ひげが黒いキューブにつながる手がかりかもしれねえんだよな。確証はないもん。でも本来の記憶との違いを探るしかないわ。よし、じゃあおっさん、俺たちも手伝うからな。何度も言わせんじゃねえよ。好きにしな。そうする。やれやれ。こいつはボブもいるのかな。ねえ、察しじゃないでしょ。察しだったらもう集中砲火で楽なんだけど。ねえ、うわ、なんか赤いのまた。赤かったね今ね。今赤かったな。黒いキューブの破片によって強化されて、一旦でキューブの力を解放する。マジか。破片が出現したらスピードタイプや火炎属性で攻撃しろ。火炎属性だったらフランキーとかサンジとかウソップ。そうだね。あとレッドフォークとかもそうか。かけらが出現したらスピードタイプ。はいはいはい。スピードタイプってどれだっけな。白ひげとともにキザルを倒せ。キザルは黒いキューブの破片によって能力を増加させる。HP が一定まで減ると力の増、ああ、なるほどね。うん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 。
自身の分身を乱す本体さえ倒せば勝利となるというのは分身が多すぎると感じたら本体に集中攻撃すると思ってた。なるほどね。いやーなんかもうそういうパターンか。お前なのか。面倒だねーこ。グラララララ。うん。おお、そうでないとねー。さあ。早いとこ済ませないとねー。倒せるか。あ、モブいるな。モブいるわ。いるのか。難しいところだな。どうしようかな。まあ一旦でキューブが出てくるから、まあとりあえずだからあれだもんな。あってことはこれ TP とか回復するのに専念した方がいいのかな。そうだな。フランクラディカルビーム。だいぶ一掃できたな。ぶっ飛ばしてやる。あ、これでいい。飯食って力つけろ。オッケーオッケー。攻撃力も上がる。いけるか。いや。スネークマン。いやどうだろうな。どれぐらい食らうかな。キングコブラ。おお結構食らった。え、何食らう？2万肉吸ってる。ね。あ、これでキューブが出てきたと。見てください皆さん。で、こう黒いキューブが出てきましたよ。なんか欠けてるぞ。本当だ。え、じゃあもう一体なんかいるんじゃない？ああ、そういうこと。ルッチかな。やっぱりエニエスロビーだから。ああ、ルッチか。一旦いないですよ皆さん。聞きました。一旦いないですよ。しかも三時か。三時なんだけど相性が良くない。まあまあまあでもやるしかないね。遠距離遠距離遠距離あった。それか。はい。ディアブルジャンブ。ポアルはフレールスペクトン。まあそらそうだろうな。邪魔だなおい。モブは削れるかこれで。ああ、しやりきれないか。おお、動かないね。いけるか。こっからだな。ギアセカンド。これがね、カエンズセオロギ。ああ、わ、エースの声入ってる。おお。おっとっと。おお、困った。ふざけんな。そうか、シャボンディショットよりも前やし、知らんわけか。知らん。やる気満々だね。全然あの見てなかったな。ゲームどれぐらいだと。いや、まだあったね。全然あるよな、まだ半分以上はある。ひまわりスイスイでもいいんだけど、エリア単体の方がいいかな、やっぱり。うん、半分以上あるな。おお、強っ。いけるか、これ。ラディカルでもいいな。あ、でもラディカルよりフランキー大砲の方がいいかもしれない。フランキーキャノンか。よし、オーケー。でけえ、これこれはでかい。よしよしよし。黒いオーラが消えたわね。弱体化した。オッケー。これまたボーナスがもらえそう。まずい。よしよしよし、あとは叩くだけだ。そうね。単体近距離か。これはディアブルジャンブ。ポアルはフレールスペクトー。うん、いいね。まあ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 、面倒。あ、それでやってくる。ああ、残るんか。いらないな今の。もうこれですよ。うん、弱体化してるから結構いくんじゃないか。でルフィ今バフ乗ってるから。そうだね、バフかかってるからね。いけるんちゃいます。キングコブラ。おお、いいね。いいねいいね。ないとね。オッケーオッケー。これでもういけるかもしれない。ディアブルジャンブ。ポアルはフレールスペクト。オッケー、いた。ここまでかね。あ、まあこれ意外と意外と前ほど、うん、クロコダイルよりは全然やばやばくない。それえぐくない。このキャプテンウソップに不可能な。ウソップしかそこだけなの。そう、ない
必要経験値高すぎへん、ちょっと。ここはこっちが引き下がるしかなさそうだ。お、キザルが下がった、うん、これでハケラだもんな。そうなんだ。キザルの異様な強さの原因はこれだったよね。でもこれはかけらでしかない。キューブの本体がまだどこかにあるんですよ。すまねえ親父、オンに切る。戻るぞ船に。はい。なお前、おお、急に。なんだお前。エースの弟だ。お、力になってやれ。エースさんの、わかりました。鶴の人声だ。黒い箱を知らねえか。黒い箱、知らないか。さあ、知らねえが。そうか。ものすごく残念そう。噂とかも聞いてないかしら。誰かが黒い箱、黒いキューブを手に入れてから異変があったとか。異変か。いや、すまねえ、やっぱり聞いたことねえ。ニエスロビーだからな。そう。どうしよう、本当に知らないみたいだし。仕方ない、うん、となるとウォーターセブンに向かうか、ね、おめえ確かガレーラカンパニーの。どうしてこんなところに捕まってやがるんだ。あんたはフランキーか。あんたこそどうして。どうして。あんたが生きててアイスバーグさんが。おい、アイスバーグがどうしたってんだ。知らねえとは言わせねえぞ。いや、本当に知らねえんだ、教えてくれ。とぼけやがって。アイスバーグさんは政府の奴らに拘束されてる、うん、アイスのおっさんが。アイスバーグが、あいつが何した。知らねえよ。ある日突然政府の役人がやってきて、うん、アイスバーグさんは世界政府への反逆を企ててたとか言いやがって。政府の役人が。それでおめえらどうしたんだ。信じられなくて政府の役人どもに詰め寄ったさ。そうしたらこの有様だ。ウォーターセブンは今どうなってやがる。その後のことはわからねえ。そうか。もう一体ボスがいるよね。だから誰だろうな。まあルッチじゃないかな。はい、ということでね、はい、本日はここまでとさせていただきます。膝で落としたところまでやりましたと。はい、はい、ということでまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。バイバーイ。